チャールトン・ヘストン、チャールトン・ヘストン、チャールトン・ヘストン、1923年10月4日から2008年4月5日は、アメリカ合衆国、イリノイ州エヴァンストン、エヴァンストン出身の俳優、社会運動家。身長191センチメートル。妻は、女優のリディア・クラーク、リディア・マリエ・クラーク。長男は、映画監督のフレイザー・ヘストン、フレイザー・ヘストン。 イリノイ州の中心部シカゴの北に隣接するエバンストンに生まれる。出生名は、ジョン・チャールズ・カーター。ジョン・チャールズ・カーター。12歳の時に両親が離婚。母、旧姓、チャールトンが再婚し、義父の姓のヘストンをもらって、チャールトン・ヘストンと名乗るようになる。高校時代に、学生劇に出演して演劇に興味を抱き、奨学金を得て、 ノースウェスタン大学に進学し演劇部で活躍。1944年には大学で知り合った演劇仲間の上学生、リディア・クラークと結婚。自身が亡くなるまで64年間連れ添った。第二次世界大戦中に卒業後、アメリカ陸軍に入隊し、B-25 の無戦士としてアリューシャン列島地域で3年間勤務。退役後、俳優の道を目指し、 1947年、ブロードウェイデビュー。1950年に最初の映画、虐殺の街に出演。セシル・ビー・デミル監督に、ミケランジェロの彫刻のように美しいと称された、肉体と精悍なマスク、拡張高い演技力で、いくつもの名作に出演し、2年後に、史上最大の賞に出演。1956年、10回、モーゼ役。 1959年には映画、ベンハーゲアカデミー主演男優賞を得した。ハリウッド黄金気候期を支え、日本人にも馴染み深い大作や SF 映画の主演も務めた。1966年から1971年までは俳優組合の会長を務めた。演じる役柄、出演作も幅広かったことで知られ、特に当たり役となった歴史劇、十回やベンハー。 エルシド、華麗なる、劇場王等では、歴史上の英雄を、大地震、ハイジャック等に代表される、パニックアクションの多不イな主人公をそれぞれ演じ分けた、他、さらには、猿の惑星や、ソイレントグリーンなどの娯楽作、異色作にも登場し、イメージを一新した。1971年、アントニーとクレオパトラでは、脚本と監督も手がけて、 その多彩な才能を披露。1977年にはその功績から、ジーン・ハーショルと共も愛称を授与されている。1980年代以降は、ピラミッドなどのオカルト的作品の悪役で、性格俳優の一面も見せ、90年代も、個性的な名脇役として親しまれ晩年まで、出演を続けた。プラネット・オブ・ザ・イップス、猿の惑星、2001年では、ゼウス、 猿川の将軍制度の父役で仮を出演した。マイ・ファーザー、2003年ではアルツハイマーに苦しみながらも死の天使と恐れられたヨーゼフ・メンゲレを圧倒的な存在感で演じた。死生活は大変堅実で、ハリウッドスターとしては大変珍しく離婚歴はなく、20歳の時に結婚したリディア夫人と自身が亡くなるまで64年間連れ添った。 2008年4月5日や半過ぎ、自宅にて夫人に見取られ84歳で死去。アメリカのメディアはトップニュースでヘストンの死去を報じた。下記のように晩年は保守派層の代表として見られることになるが、アメリカ国内においては1964年7月2日に公民権法、シビルアイツアクトが制定されるまでは法の上での人種差別が認められてを実際に 出身地のイリノイ州南部を含むアメリカ南部を中心に人種差別が激しかった1950年代から1970年代に人種差別反対の姿勢を公けにして公民権運動の旗振り役の一人として活動した。その活動の著名な例として1963年8月にマーティン・ルー・サーキング・牧師やハリー・ベラ・フォンテ、マーロン・ブランドや サミー・デービス・ジュニアらと共に、ワシントン大行進に参加し、その後、共和党選出の保守派議員である、バリー・ゴールド・ウォーターへの共感から、保守主義に傾倒していくものの、一貫して、人種差別に対しては反対の立場をとり、自らの影響力をフルに使い、アメリカにおける公民権法の実現と、人種差別の解消に、その生涯を通じて、情熱を注いだ。 なおこれらの活動を通じて、ジェシー・ヘルムズやトム・ディレイなどの大物政治とも信仰を持った。銃の所有者が多いイリノイ州南部の出身ということもある上、武装する権利の擁護の観点から、全米ライフル協会、NRA の一員であり、1997年に同会の評議員に当選し、翌1998年には同会の会長に就任した。 同会の会長は、本来2期、1期1年までだったが、規約が改正され2003年まで5期務め、2000年、アメリカが衆国大統領選挙における、ジョージ・ W ・ブッシュ当選、2002年における、共和党の中間選挙勝利に貢献し、減少を続けていた、会員数も500万人近くにまで増大させた。そのため一時は、大きな争点となっていた。 重規制論議は2008年アメリカ合衆国大統領選挙においてはほとんど聞かれず本来は規制推進論者であるバラク・オバマやヒラリー・クリントンは争点化させていない2002年にドキュメンタリー映画ボーリング・フォー・コロンバインにおいて全米ライフル協会の会員でもある監督のマイケル・ムーアからインタビューを受けコロンバイン高校銃乱射事件直後のコロラド州 デンバーでの全米ライフル協会会議について質問された。ムーアは自身が全米ライフル協会の会員であることを述べインタビューを始めたが、たびたび繰り返される惨劇と重症時の関係や事件直後というタイミングでの会議開催などについて見解を問われるとヘストンは回答を避け、部屋から退散した。2003年8月に自分が アルツハイマー病であることを公表し、全米ライフル協会会長を辞任した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。